やっちゃうよラグジョンでーす。ということで、まあね、今日もやっていくんですけども、今日はね、まあ背景がね、ちょっと違うんですけど、まあね、それはね、この方のお家に来てます。どうぞ。はい、いかんです。はいはいはい。ゴロゴロしてます。はい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 。ということで、まあ、そうですね、ちょっとみかんさんと、まあ前の環境、新環境について語りつつ、俺がね、今、新環境で今一番熱いと思っているデッキで、まあ、この9勝0敗のグラチェラを回していくという感じになってます。ということでね、まあ、前の環境はこんな感じで、6501の、370位フィニッシュって感じで、もうちょっと上行きたかったなって感じやな。欲張りやん。欲張ったんだけど、ちょっとね、終盤、定番のいつもの沼入って、1回6000ぐらいまで落ちたんだけど、頑張って気合で引き上げた。そう、そんな感じですね。まあ、とりあえず、それで、まあ、トロ上げ最後このデッキでやってて、まあ、このデッキは結構そのロイフグと、あと、なんだろう、ホグ、迫撃、あと、まあ、ちょくちょくいる三粒子とかに強いデッキですね。結構もう、なんだろう、重いんだけど、環境メタって感じかな。で、今、たまたま流行っている、強くなったロイホグにも、あ、ロイホグじゃない、なんだっけ、ロイジャイか。ロイジャイにも、まあ、めっちゃ、結構強いですね。さっき、まあ、ちなみにですけど、あんま自慢できることじゃないですけど、ミカンさんとフレバとして勝てましたと。どうですか？あったまあ、俺の方が、総合で勝ってるからな。まあまあまあ、落ち着け。まあそんな感じで、結構ね、ロイジャイにも強いかなと思うんですよね。まあそんな感じで、今ね、ロイジャイとかが結構強いっすよね、やっぱどうですか？まあまあ、ロイジャイ強いですね。強いよね、やっぱ。そう、もう強くなっちゃって、なんか4発で、確かロイジャイが今一発 60%、254。254だよね、そう。だから4発で1000ぐらい与えて、あっちいなって感じですね。まあ、ってな感じで、とりあえずこのデッキで今9勝0敗なんでね、グラチェラ回していこうと思います。まあ個人的には新環境ロイジャイのデッキ、オーブンロイジャイとかいろいろね、ちょっとよいしょ、もういろいろ流行ってるけど、まあ個人的には俺はこのデッキが一番かなと。まあ肌に合ってるっていうのがあるんだけどね、30社いってるからんだけど、まあゴブガヤに対してはババゴヤで、ババがね、左ゴブワンパンなんで、空に対するカードがね、ファイボも枠入んないしな。ババ生まれろ。早く。オッケーオッケー。危ない危ない。よいしょ。はい。まあ、そろそろババ出てくるんで、俺のババが。よいしょ。はい。まだメガゴ回ってないはず。オッケー。まあまあこんな感じでね、様子を見ていき、多分ロリババってことは丸太がないんで、これで丸太がないですね。でトルネで処理しようとしたけどできなかったと。大体メガゴ回ってるんでメガゴかな。うん、そうだよねって感じで。いや、こう5って打てば熱かったですね、結構。まあ、先にゴーストかな。今出しても、そのメガゴがここら辺で止まって、小屋が殴られそうだったんで、これで、はい。せいと。まあ、メガゴ切ったんで、ちょっとでも気持ち、やっぱ、ババゴヤじゃない、ゴブゴヤ早くなったなって感じするな。そうっすね。まあ、こんな感じで、これで満を持して、34。ここら辺でアドを結構取ってて、相手はババゴヤに対して攻めきれてない感じがするんで、ロイフグ。そう、そっちにユニット追加してくるんで。あー、遅い。ちょうどよかった。ミニペアね、どのユニット当てても結構渋くなっちゃうんで。よいしょ。ロリババ使ったよな。使ってないかな。ライトニングクラウンでこの位置に出しておきます。運よくよいしょ、まあ、ロリババ来るかなーって感じ。いや、まあまあいい仕事するな、ロリババ。まあこれ一発でね、ババ死なないんで、まあそうなっちゃうんですよね。ああマジか、頭打たれるか。よいしょ。いや、だるいだるいだるい、結構だるい、それはだるい。マジか、これやばい、負ける負ける負ける。いやマジかよ、マジかよこれ負ける、これマジかよ、もうワイゴワンチャン持ってかれた。トルネファイボ？いや違う、普通にライトニングトルネロリババみたいな。ロリババな、ロリババダリーはやつダメージ高いんですよ。ダメージ高いし、あのね、ババがマジアちゃんを倒しに来る、ババがていうか、ロリババ普通にさ、アーチャー消せるの強くね。強いね、やばいよね。やばい。射程はでもね、使うと分かるんだけどね、射程がクソ短い。そうなんだよ、そこが難しいところだよ。結構丸太と、でもやっと強くなって丸太と使い分けされるぐらいになったよね。丸太ババをね、放置したら2発入るからね、ババがいて。そうなんだよね、結局。まあまあまあ、バババイさんして、このデッキね、その前のシーズンでも強かったし、今のシーズンでも強いし、まあ今日出てきて、クラコロ出て、今三河さんちに直で溜まってるんですけど、クラコロでもね、結構いい感じの成績を残したデッキなんで。相手ロイジャイ臭いな。ね、もうロイジャイで溢れ返ってるわ、街は。だー、みんなライトニングやんけ、マジで。環境が変わってる。これでまとめて殴るから、俺。よいしょ。おー、うまい。うまいな。まあまあ A 受けするやんけ。これ今のうち投げちゃおう。出ないうちに壊したい。出るな。おし。シュネイドかな。いやー、起動されたくない。オッケーオッケーオッケー。そのシュネイドなら美味しい。ライトニングだったら平石になんとかなりそうだな。うん。どうせロイジェイだもんな。まあ、縦スキかファイスピあたりが来るかな。あー、出た、お前か同じデッキだな、これ多分。さっきトルネ入ってたしな。流行ってんだよな、ライトニングロイジャーが。めんどくさいね、非常に。これネガゴ来るかな。いや、三角だと。はぁ、三角ならまだ相性は良さそう。よかねえかもしれんけど。これさ、ケツ三重視とさ、ロイジャーが被るとさ、めちゃくちゃダメージ入るからさ、一発しかも250でしょ。そう、あんまできないんだよね。ここはさすがにケツロイジャーでき、あれハシマイロイジャーできなくね。あ、これやばい。ひー、あとたまる、あとたまる。まあこれはあんまロイジャー出せないポイントで、これはまあライトニングかな、あっちにしてこないと。これ豚で平心とかしないんだ。豚でね、平心できないんですよ、実は。そうなの。そう、豚の方がね、体力低いんだよ。マジか。あー、だる。マジかよ、これ。これがだる。普通の丸太よりだるいな。普通の丸太よりだるい、なんなら。あー、だるい。いやー、ちゃんとやってくるな。うまいな、そこ。でも、馬場も強いからね。うちの馬場も。ちゃんと強いから。よいしょ。お、それし。あ、いらね。ライトニングうま。うまいよな。ちゃんと打ってくるわ。ファイスピいるよね。多分。いる。あ、違う、オーブンから出たファイスピだ。そっちか。いや、これ4でゴーストやりたかったな。うまいな。うまいよな。普通に。あ、向いてね。見てな。いやベベ小屋がやっぱな、ここら辺に行きてえな。まうまっ全然 OK 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 もう一発ダメー、これね、どうねこれ3が5だからこれね、阻止できないよね。ライト打ったばかだから、これ多分マジアチャ処理が相当めんどいはず。ああ、なるほど。いや、うまいな。うまいね。でも言うて丸太ベベが来そう。届かないよね。ここ届かないんだ。そう、めっちゃ短いんだよ、マジで。自分が想定してるより2ぐらい短い。いやー、泥仕合まあまあまあ、これ3が5だから一生これがだるいはず。これライトニング打つしかないからね。ロイジャー体が取ってからの3が5とか普通にありそう。うん、まあライトニングだよな。ここで満を持してキッズ戦。これに対して相手何もできないよね。ケツロイジャーとか。おやそれはこれなんだろう、丸太ベベで持っていく、あれかな。いやー、そしたら客が刺さるぞ。丸太ベベ使うからこっちに出していき、これ3が5しかいない。おおおー、来たっしょ、これ。これあとゴースト受けがあいつ稼げよしオッケー、5に発立ててからだな、5打つのは。その位置だとどっちから出されたらいいでしょ。これに溜まってからそれオーブンおいしいな。オーブンおいしい。これちょっと低めに出さないと丸太ベビーされるから。ああ、確かにそれはライトニングワンチャン来そう。まあ来たとてこれしのいだらもう勝ち前だろ。でここで攻めることによって相手は無駄な攻めができないと。オッケーオッケー、危ねおおいや、うまかった相手普通にうまかった、ね、うまかったね。これ展開いってんじゃない普通に。さあ、トロはいかにこれで5200とかあったらいけるけど、6318結構いってる。まあ、スレスレはいやばっ、2試合で12分いってる。これやばいな、5試合になったら普通にめっちゃ長くなっちゃう。どうしよう。延長入ってるな。そっか、延長入って今めっちゃ延長入ったもん。これも相手めっちゃトロ高いね、マジで、うん、見る高王子。まあまだば早いよいしょ。同じ行動していき、もうこの2枚見たら迫撃かなって感じするな、ちょっと。なるほど、うん、相手の最多6500ですね高いんだよ11高い。ああ、これ5 OK。 これで満を持してベベ小屋。一つ注意すべきところがあって、はい、敵のデッキオムタワー入ってますだるい、非常にだるい。このタイミングで来る。俺三重視出せたのに穴掘りから処理しないとな。これやばい、マジかよ。そんなことあるねベベ小屋かぶった。完全にだるいな。考えることは同じ。これ後ろにギャングつけてきそうだな。ギャングバレルとか来そう。ああ、だるい。ああ、いやー、終わった。どうすっかな。これ5を打ったんでこっちに切り替えるか。真ん中に折ると折られて速攻でベベ小屋に手出されそうなんで、よいしょ。おいしい。3しか出さないんだ。ここら辺でかな。やっとベベ小屋とまとめて打たれたくないから、ここに出して5を打って、あーこれもうロイホグ通らないボット来るわいやでも大丈夫。ここでいい順番はありそう。あーマジでメタメタやんけ。ガンメタやんけもう。メタメタのガンメタやんけ。ゴムタワーもねダメージ 5% 強化だから。いて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 、あーマジかよ、もう90まで90までめっちゃスラスラきたのに相手が悪い。いやマジクソ。ベベ小屋は聞いてね。やばいやばい、動画の時間が。まあ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 、長くてええな。ええな。いやー。こんなことありますかね。こんなことある？オッケーオッケーオッケー、いいよ。ムート。いっちゃいます。うん、いいね。これムート止まるんで。オッケー。オッケー、オッケー、おいしいおいしいおいしい。やばい、やばい。ああ。入った。そしたらまだ見てないんだけど。なあ、おまたハイボ引いてる。一発ドゥン、オッケー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 、全然オッケー全然オッケー。相手人銀に近いな。そうね。ここ7個せババ小屋出してってババで受けるとおいしいおいしい、全然おいしい、全然リーデルですねまあ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 、こっから相手はなんだろう、何してくるかな。まあ工場でしょ、工場だからもう魔術そっち出すのか。ワンチャン始まり魔術もあるかなと思ったが、まあまあちょっかいちょっかい。そのムート強いな。止めちゃいます。よいしょ。あと1枚でベベ小屋が回るから適当に、多分右にゴーストとか来ると思うんだよな。来ない。なるほど。あ、ゴーストは相手唯一ロイホグに対策できるから取っときたいところが。なるほど。まあ30子。お、これはまあまあまあ、ここはベベ小屋、ベベ小屋を貯めていきます。よいしょ。芋っていく。相手5打ったんで裏からでいいかな。でこいつには5をちゃんと打っていく。出た右残り仕事するやつな、それ。キーこの外してますね。お、左の方が削ってる。これでマジアチャに手を出していき、うん、終わりですね。おまあまあまあ、こんな感じですね。ペースが作ればね、相手がもうどうやっても勝てなくなるから。確かに。ペースさえ作れればババ小屋で。ババ小屋硬いな。硬いんだよ、そう、うん、バルーンとかも2発耐えるから、別に対空切りまくって、うん、相手が対空ねえからってバルーン飛ばした時に普通にババ小屋置くだけで防げるし。すごいな、それは初耳。うん、俺もびっくりした。昨日、今日かマルチで終盤使ってて、いやー対空ねえっつって苦し紛れに出したババ小屋でバルーン2発耐えて、おやおやってなったよ。それはそう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 。であとババ小屋普通にめちゃくちゃ硬くて、ホグとかもババ小屋出せば2発で押さえて半分以上の、おいやばい、スリープモード入ってる。これ大丈夫かな。うん、大丈夫大丈夫。ちょっと待って、やばい、大丈夫か。大丈夫。怖いわ。まあまあまあ。みかんさん的に新環境強そうなデッキどんなんですか？やっぱロイジョイかな。ロイジョイか、うん、中身はオーブンとか。オーブンもいいし、墓石もいいし、うん、高回転で回してもいいしね。高回転ロイジョイとかめっちゃ好きやりたがりそうそれまあ11勝2敗のさあラスボスですね。ラスボス SK ゲーミングってことはプロですよ。スネークのやつかいやーどうすっかな。もうハンター見た瞬間ロイジャイかロイフグか、まあ、多分普通のジャイハンター説もあるけど、ああファイボか。耐えるんだファイボったんで。ああ美味しい、クソ美味しい。これはワンチャンマジャチャ怖いから構えといて。半分以上残るかな。いや美味しいですね。強い強い、さては強い。敗北切ってから結構経ったよな。やべ、ちまった。1マスずれたし、1マスずれたし、なんかあれあ、全部持ってかれた。ああちょっとダメだな、今のもったいないな。アドをすべて吐き出したこれ出してもハンターで防衛されてカウンターのロイフグ出されるんで、まあ、ロイフグ時ではあるんだけどね。おやおやおや、丸太切ったんでこれでゴリゴリ。これ絶対ハンター出してくるから、丸太切ってからファイボ切ったんで、ファイボが遠いんで、よいしょ。違うかな。ロイフグの方が良かったかな。よいしょ。これファイボ打ちにくいですね、ちょっと。はいはいはい、外していく。さあロイフグ3種ですね。さあまあこちとら30種隠してるんで。いや出しましたよ。出したっけそれな思いっきり出した。そうだ思いっきり出した。中でも思いっきり出したわ端は集中してた小屋は打たせたくない。なるほど。誰だ。お、これは熱いな。ゴーストボールできそう。ファイボね。ここでファイボ切らせるのは美味しいんだよな、めちゃくちゃ。なるほど。なかなかファイボートないじゃない。あんまなんか自陣で処理できるからいいかなって思っちゃうんだよね。この30とかもゴーストでアド取りたい。ここだな。ここで相手も吐き出して30種ぐらいしかいないから。ハンター2回回ってきた。やばいな、これ。はい、美味しい。これで30種が来るんで、ここら辺で満を持してファイボかな。まあ、普通にできそうではある。普通にケツから3種でいいか、落ち着いて。これ落ち着けば勝てるから。それ。オッケー。相手それはさすがにやってない？やってるな。これで前に出させて無理やり貫く。オッケー。お、よいしょ。はい。入るんじゃない？花ちゃん。はい。よ。はい。まあ落ち着けば勝てるよみたいな。なるほどね。そう。はい。箱を開けていって。てい。オッケー。まあっすねって感じで、どうすか三河さん。まあかなありがとうございますということで、まあね、新環境のちょっと語りつつ、まあね、俺のおすすめデッキかな。新環境のまあね、次の動画ではなんかもうロイヤルで固めたデッキとかいいね。あれロイホグとロイジャ一緒に使っちゃういけんじゃね。大丈夫。ちなみにそのなんだっけ親衛隊、俺も今日初知りだったんだけど、はいはい、親衛隊なんか英語でロイヤルリクルートっていうから親衛隊も入れていこうかなみたいな。アイスウィーズに投票で負けちゃったもんな俺は見習い隊に見習い親衛隊俺も入れたでしょ、うん、絶対すずちゃんアイスウィーズはね違うんだよね。あの時点でもう害悪だからね。なんか触らなくてもいいカードではあったそうてかあの時点で十分強い。3コスなのに体力高いしそれ前棒普通に耐えやがるからそれね。ポイズン耐えるっけ。耐える気がした。ポイズン耐えるよね、うん、だから普通に強すぎだから、ね、まあいいかな触んなくてもいいかなと思ったけどね。まあ次に行きたいよ、まあ次に行きたい、うん、ってことでまあこんな感じで今日は終わりにします、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。